カジミール・フェリックス・フォン・バデーニ伯爵はオーストリアもしくはポーランドの貴族、政治家。二重帝国において首相を務めた。ポーランド名はカジミエシュ・フェリックス・バデーニ。聖の読みはバーデニートも。1846年、当時オーストリア領であったガリツヤ地方のヤロスラウでポーランド人貴族の子として生まれる。彼は皇帝に、 忠実な貴族であるとともに温添な自由主義的、政治家としての側面も持っており、ガリや総督を務めた後、彼の行政手腕に着目した皇帝フランツ・ヨーゼフ一世により、1895年9月30日、首相に任命された。彼はオーストリアにおいて、長年の政治的懸案であった普通選挙、導入問題において、議席の一部に普通選挙によるクーリエを新設する。 ことでこの問題の解決を図ろうとした。新たな選挙制度に基づき1897年3月に行われた帝国議会選挙では、チェコ人の民族政党である青年チェコ党が62議席を獲得して第一党になったため、バデーには議会において彼らの協力を得るため、ターフェ言語令以来のチェコ人の要求に応え、4月5日に新たな言語令を発し、 米面の内務語としてチェコ語を認め、同地域におけるドイツ語、チェコ語の対等化を図った。また、5月には彼の内閣の下で、近東地域に関するロシアとの協商が締結され、ロシアの目を極東に向けさせることによって、バルカン問題における同国との紛争を当面回避する外交的勝利を得た。しかし、バレーニによる言語令は結果として、 米面での公職就任の機会を奪われることとなるドイツ系住民と彼らに指示されたドイツ系議員の激しい反発を招いた。彼らは大衆のデモンストレーションと連携しつつ、しばしば議事を妨害する手段を持って重要法案の成立を阻んだため、バディーには同年11月、議会規則を改正して議事妨害を排除しようとし、さらにその後議場に警官隊を導入した。 しかし、それでも議会の混乱を収集することはできず、11月30日、バデーニはフランツ・ヨーゼフ一世により首相を解任された。首相解任を求める大衆のデモンストレーションは1848年のウィーン3月革命以来のことであり、バデーニの言語令を最後に皇帝は帝国内部の民族を融和させようとする試みを放棄したと言われる。 また彼の辞任後、オーストリアでは1900年1月のエルネスト・ケルバー首相の就任まで、極めて短命の内閣の交代が繰り返され、国内政治は不安定となった。バデーには、その後1909年ガリツヤのクロスネで死去。弟のスタニスワフ・バデーには、ガリツヤ両方議会の議長を長く務めた。単行所在産別の選挙人団。これ以前は大土地所有者。 都市、商工会議所、農村の4クーリエが設けられていた。A.J.P. テイラー、ハプスブルク帝国、P266。ありがとうございます。